草加松原草加松原は埼玉県草加市にある国指定の名称。旧日光街道の松並木が草加市北部の綾瀬川沿いに 1.5km に渡って続く。千本松原とも呼ばれる。石田民が敷かれた遊歩道が松並木に沿って整備され、車道と交差する箇所には、古道橋である百大橋や八立橋が架けられており、遊歩道の連続性が考慮されている。 松並木のすぐ西側を埼玉県道49号あだち越谷線が並行している。以前は1982年まで松並木の中を登り車線が通っていた。松並木の遊歩道は旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選定されている。草加市は江戸時代の日光街道の宿場町で松尾場省の 奥の細道の旅の台、一日目にも記されている。松並木のある地域は、札場と呼ばれ、古くから草加塾の北の拠点で、綾瀬川の周運で栄えた札場菓子があった。太平洋戦争後は、この日光街道は、一般国道4号として、東京と東北地方を結ぶ重要な幹線道路となり、1967年の草加バイパス完成後は、 埼玉県に移管されて1973年に県道足立ちこが野戦になった。日光街道の草加松原の松並木は、一説によると1683年の綾瀬川改修時に関東軍隊伊那藩、十郎忠厚が植えたと伝えられており、千本、松原と呼ばれ、古くから親しまれてきた。1877年頃には806本あった松が、 戦後高度経済成長期のモータリゼーションによって、急速に普及した自動車の排ガスの影響で故死が続き、一時は60本余りまで減少した。このため、地域住民により保存の機運が高まり、1976年には、草加市民による松並木保存会が結成され、松の植樹と手入れが行われた結果、現在の520本余りまで回復した。 1983年には、松並木の保存を図るため都市計画外路事業により、松並木内にあった県道は立越谷線の車道を、外側に移築して、遊歩道家を行った。また、1985年からは、埼玉県と草加市の協力により、埼玉シンボルロード整備事業に着手し、その3年後に、歴史ゾーン、イベントゾーン、シンボルゾーン、松原ゾーン、 セセラギゾーンという水と緑の調和する5つの空間エリアを完成させた。ありがとうございます。